入ってはいけない辻。あれは俺が小学生の頃だから、もう20年も昔の話だ。俺の出身は北関東の寒村で、周りは田んぼと山だらけだった。だから子供の頃は、田んぼで藁の束を積んで秘密基地を作ったり、川で魚を取ったりして遊んだもんだ。村の人たちも皆いい人ばかりで、田舎ならではの良さがある村だった。そんなよくある田舎の村だったが、たった一度だけ村全体が恐怖に陥った出来事があった。今日はその事件を書いてみる。その村には絶対に入ってはいけない辻というものがある。辻とは言っても小さな丘のようなところで、幅3メートル、奥行き10メートル、高さ1メートルほどの大きさだった。そしてその辻の上には小さな石碑と半鐘のようなものがあって、周りは田んぼに囲まれていた。理由はわからないけど、親とばあちゃんからはあそこでは遊んじゃいけないといつも言われていた。何でも、あそこをいじったりすると、血の雨が降る。そんな言い伝えがあるそうだ。確かに子供の俺から見ても、不気味な雰囲気がビンビン感じられる場所だった。それは、2月の寒い日のことだった。俺と友達は、たこ揚げをすることにした。この地域は、冬はいつも大風が吹いているから、たこ揚げにはもってこいだったんだ。いつものように、近所の田んぼで揚げていると、かなりノリがいい。釣り竿のリールに糸を巻いてたこに繋いでいるんだが、ぐんぐんたこが登っていった。こりゃすげえや。あんなに小さくなっちまったぜ。俺は喜んでリールを緩めて、どんどん高くタコを飛ばしていった。しかし、この日は風が強すぎた。ブチッという音と同時に、タコが回転しながら遠くに飛んでいった。あっちゃ、参ったな。俺は友達のかっちゃんと、タコを探しに走った。と、ほどなくして、先を進むかっちゃんの声がした。あったぞ。俺は見つかってよかったと安心したんだが、それはすぐに不安へと変わった。どうする？どうしよう。タコは、例の辻の半鐘に引っかかっていた。風でバタバタと揺れている。今までここを通り過ぎることはあっても、登ったりしたことはない。しかも親たちからは、絶対に入ってはいけないと言われている。そのことは、かっちゃんの家も同じだった。太陽はまだ高かった。しばらく悩んでいたが、かっちゃんが、長い棒で引っ掛けて取ろうと提案した。俺はいいアイデアだと思って、早速二人で棒を探した。棒は意外と早く見つかった。かっちゃんがやると言って、少し離れたところからタコに向かって棒を伸ばした。半鐘までの高さは3メートル弱といったところか。何度か突っついたが、全然取れる様子もない。頭に来たかっちゃんは、足元の石ころを投げつけた。
カーン。それが反証に当たった。錆びついた反証からは、その外見からは想像もつかないほどのいい音がした。ダメだな、取れないや。とその時、タコが反証から外れて空高く飛んでいってしまった。それもすごい勢いで。さすがにあれは追いかけても無駄だと子供の俺でもすぐわかるくらいの勢いだった。タコは高かったんで少し悔しかった。諦めて二人で帰ろうということになったが、急に天気が悪くなり始め雨が降ってきた。幸い俺の家もかっちゃんの家も近い。バイバイしてすぐ家に着いた。とほぼ同時に大雨。しかも雷まで鳴ってきた。2月に雷？ありえないなとか思いながらも、まさかさっきのが原因じゃないよなとちょっぴり不安だった。何やら外が騒がしくて目が覚めた。なんだこんな時間に。時計を見たら午前0時半だ。親はすでに起きて、外で近所の人に何事かと聞いているようだった。戻ってきた父親は血相を変えて、おい、かっちゃんがいなくなったんだと、そう言った。俺は、驚いた。騒がしかったのは、村のみんなでかっちゃんを探しているからだった。なんでも、昼間遊びに行ったきり帰ってこなかったらしいが、親父さんが夜勤で帰宅が遅かったから気がつかなかったようだ。お母さんはすでに亡くなっている。お前、何か知らないか？そう聞かれたが、俺は怖くて黙っていた。結局その晩、かっちゃんは見つからなかった。あの時、確かにかっちゃんが自宅の方向に走っていく姿を見た。一体どこに行ったのか。次の日、警察と村人で捜索が始まった。俺は子供心に怖くてどうしようかと悩んだが、このままだとかっちゃんが本当にいなくなる気がしたので、親に正直に話した。バカ野郎！俺は親父の平手で吹き飛んだ。あそこには入るなっていつも言っていただろう。俺は泣きながら謝るしかなかった。親父は早速村の人たちにそのことを告げて相談を始めた。しばらくして村のご意見番というか、不思議な力を持ったばあさんが来て、家の周りに小便をまいて、玄関に塩を盛るように、そう言った。そのばあさんの不思議な力は何度か見たことがあり、俺も小さい頃、カンの虫がひどかったので、そのばあさんに直してもらった記憶がある。手首に細い紐を巻いて、指先を擦られたと思ったら、爪と指の間から、くねくねと動く、正体不明の生き物が出てきた。それが、カンの虫なのだという。ばあさんはそのくねくねを引っ張って、巾着袋に入れて、封をした。子供心に、不思議なばあさんだなと思った。外見は、ナウシカに出てくる予言のおばあさんにそっくりだ。こりゃ大変なことになっちまったね、
死人が出なきゃいいが。ばあさんは村人全員に今すぐ家に帰って、今日は一歩も外に出ないようにと伝えた。あの辻にだけは触れちゃなんねえ。昔からあそこを崩そうとしたりすると必ず死人が出たんだよ。そりゃすごいたたりが起こるんだ。ばあさんは俺を脅した。俺は泣きながら震えているしかなかった。いいかい？次にたたられるのはお前だ。今夜はずっと目を閉じているんだ。絶対に何が起こっても目を開けちゃなんねえ。いいね。ばあさんはそう言うと、俺の髪の毛を何本か抜いて、うちの仏壇で念仏を唱え始めた。俺は両親に囲まれて、ずっと目をつぶっていた。時間ももう遅い。寝てしまえば楽なんだろうが、緊張で全く眠れない。ばあさんはずっと念仏を唱えている。と、バチンという音とともに電気が消えた。親父がブレーカーを上げるが、電気がつかない。停電か？仕方がないので、仏壇用のろうそくに火をつけたようだ。するとばあさんが、むっと言って念仏をやめた。カーン、カーン。何やら遠くから鐘の音が聞こえた。来たね。ばあさんはそう言うと、ガサゴソと何かをいじっているようだった。俺は目をつぶっているので、何が起こっているのかがわからない。ただ、鐘の音がだんだん近づいているような気がした。カーン、カーン。俺は怖くなった。しっかりと両親の手を握っていたが、汗でぬるぬるしているほどだった。両親も震えている。ばあさんは相変わらずガサゴソとしている。と、うちの前で鐘の音が止まった気がした。ずっと目を閉じているから、聴覚が敏感になっていたんだと思う。途端に玄関の戸がガタガタと言い始めた。ひい。俺と親は怖くて悲鳴を上げた。玄関はしばらくガタガタしていたが、じきに止んだ。と、今度は屋根の上を何かが歩いている音がした。時々、ひひひひひというような不気味な声が聞こえてきた。しかも複数の声だ。いいかい？目をつぶったまま声も出しちゃダメだからね。ばあさんはそう言うと、家の中央の柱に何かを打ち付けていた。と、何かの気配がする。すぐ近くに何かがいる。両親は気がついてはいないようだ。でも、声を出してはいけない。でも、何かが俺の近くで匂いを嗅いでいる。そんな感じだ。気持ち悪い。とてもじゃないけど、この世のものとは思えない。
両親は気がついていないようだった。俺は恐ろしさと緊張で失神する寸前だった。見つけた。確かに聞こえた。と同時に、俺は完全に気を失ってしまった。翌朝、俺は外の騒がしい声で目を覚ました。いたぞ。見つかったぞ。たくさんの人が、そんな感じで叫んでいた。部屋の中を見回すと、両親はいない。ばあさんもいない。俺は昨夜のことを思い出して、再び怖くなった。と、視線を部屋の中央に向けると、何か違和感がある。昨夜ばあさんが何かをやっていた場所。よく見ると、中央の柱、大黒柱が真っ黒に焦げている。一体何があったんだろう。と、外にいたお袋が家の中に入ってきて、俺に言った。ねえ、かっちゃんが見つかったんだって。俺はすぐ飛び起きて外に出た。ちょうど親父が帰ってきた。俺はそこでいろいろと聞いた。かっちゃんは近所の豚小屋の中で、なぜか裸で寝ていたらしい。命に別状はないが、俺とバイバイしてからの記憶がないらしい。ただ、手には火傷を負っていたようだという。俺はというと、昨夜失神した直後に柱が燃え上がって、そのまま彼の音も消えて、無事朝を迎えることができたと聞いた。ばあさんが、俺の髪を祈祷用の人形に入れて、その柱に打ち付けたことによって、家の守り神の大黒柱が身代わりになってくれて助かったんだという。ばあさんはと聞くと、かっちゃんの体を清めに行っているそうだ。どうやら昨日、玄関をガタガタしたのも、屋根の上で暴れたりしたのも彼なんだそうだ。きっと、取り憑かれていたんだろうということだった。その後かっちゃんは、町の病院に運ばれたが、元気になって帰ってきた。ただし、記憶は消えたままだそうだが。この事件を通して、子供ながらに、自然には立ち入ってはいけない場所があるんだなと、しみじみ痛感した。時が経ち、今その辻の周辺には、高速のインターチェンジができた。俺は田舎を離れて数年経つが、今でも帰省すると、あの時のことを思い出す。親の話では、高速のルートも、わざわざあの辻を迂回して作られたということだった。確かにもし、工事であの辻が破壊されていたら、この高速道路の建設計画もどうなっていたか。そう考えると恐ろしくなる。ワンピースの女とバー。あれは俺が社会人になりたての頃だから、もう8年も前の話だ。俺の趣味は隠れ家的なバーを探すこと。休日は落ち着く店を探して、最寄り駅周辺を歩き回っている。今日は
たまたま見つけて入ったバーでの恐怖体験も話そうと思う。某ゲーム会社にプランナーとして入社できた俺は、毎晩遅くまで企画制作に没頭していた。休日も頭の中は企画のことばかり。いつもノートパソコンを持ち歩いて、面白いアイデアを見つけると即入力していた。その日俺はいつものように駅前のファミレスで夕飯を済ませると、またいつものようにブラブラと歩き始めた。ちょうど日が暮れきる寸前での夜の街灯が眩しく光る。ガード下の喫煙所で一服。土曜の晩ということもあってか、街は若者でごった返している。タバコを吸いながら、しばらくぼーっと夜の街を眺める。と、一人の女性に目が行った。季節は初夏。半袖の白いワンピースに白いサンダル。長い黒髪で駅から繁華街に向かって歩いていく。パッと見、清楚な美人という感じで、なんとなく興味を持った俺は、タバコの火を消して、彼女がどこに向かうのか気になって、同じ方向に向かって歩き始めた。彼女はゆっくり歩いていたようだったが、なかなか追いつけない。人混みの中を、彼女を見失わないようについて歩く。だんだんと裏通りの方に向かって進んでいった。と、一軒のバーに入っていくのが見えた。そこは雑居ビル。彼女が入っていった店は地下一階の店のようだ。ふーん、こんなところにバーがあったんだ。と、あたりを軽く見回して、俺は中に入っていった。店には看板が出ていない。俺はこういった店が好きでワクワクしてた。重い扉を引いて店の中に入る。暗めの照明に、シックな落ち着いたデザインの内装。静かに流れているスタンダードジャズ。初老のバーテンダー。どれをとっても、俺の金銭に響く感じだった。これはいい店を見つけた、と俺は喜んだ。目を輝かせて店内を見回しながら俺は気がついた。あれ？そういえばさっきの女、どこ行ったんだろう？オーダーを聞かれたので、ジントニックを注文。ワンピースの女は違う店に入ったのかなと思って深くは考えなかった。お酒が入って気分が良くなった俺はノートパソコンを出して新規案件用のシナリオを書き始めた。驚くほどいいアイデアがバンバン出てくる。俺は、そうだ、大人向けの推理小説的なゲーム企画を書いてみよう。そう思って、主人公が通うバーでの出来事や、事件を通して謎を解いていく内容にすることに決めた。バーのモデルは、この店にすることにした。しばらくの間、俺はこの店に通った。シナリオは進んだ。もともと文章いじりが好きだった俺は、この企画に夢中になった。週末、彼女がうちに遊びに来た。仕事が忙しかったんで、会うのは3週間ぶりだ。と開口一番、彼女が言った。あれ？顔色悪くない？目の下にクマができてるよ。え？何言ってるんだ？と俺は思ったのだが、鏡を見てみた。確かに熊のようなものがあったが、
特に疲労は感じない。仕事が忙しかったからかな、などと言って、そのことについてはそれで終わった。彼女はまだ大学生。久しぶりということもあってか、お互いいろんな話をした。あ、そういえば、いい店見つけたんだよ。俺は例のバーの話をした。彼女が行ってみたいというので、夕飯後連れて行くことにした。駅ビルのレストランで夕飯を済ませると、腹ごなしにゲーセンで遊んだ。彼女が UFO キャッチャーでぬいぐるみを取ってくれとせがむので頑張ってみた。まあ取れなかったんだけど。小一時間ほど遊んでバーに向かうべく、ゲーセンから出て駅前の高架に出たとき、視界に何かが入ったことに気がついた。あの時の白いワンピースの女だ。俺はなぜかあの女がまた例のバーに向かうのだと確信をした。俺が何かを見ていることに気がついた彼女は、また可愛い女の子にでも見とれてるの？と冷やかしてきたが、俺は今日こそあの女の行き先を確かめようと彼女の手を引いて足早にその女の後を追った。しかし途中で彼女が気持ち悪くなってきたという。急いで歩いていたからか。俺は路肩でしゃがみ込む彼女を解放しながら、完全にワンピースの女を見失ってしまっていた。しばらくしたが、彼女の具合が戻らないので、タクシーを拾って自宅に帰った。彼女はしきりにごめんねと謝っていたが、俺は気にせず休んでいろと言って、氷を買いに、近所のコンビニまで向かった。レジで支払いを済ませている最中、ふと店の外を見て、俺は固まった。あの女が、店の外を通り過ぎたのだ。あのワンピースの女が。え？あの女、なんでここにいるんだ？俺は急いで買ったものを持って店外に出たが、すでにあの女の姿は見えなかった。と、俺は急に、部屋に残してきた彼女が心配になって、猛ダッシュで部屋に戻った。駅から俺の自宅までは、歩いても30分はかかる。あの女は、確かにバーの方向に向かって歩いていた。俺の自宅とは真逆の方向だ。俺は猛烈に嫌な予感がした。部屋に戻ると、彼女の姿がなかった。え？どこ行ったんだ？部屋中を探したが見つからない。と、そこに携帯が鳴った。彼女からだった。近くの路地にいるから、迎えに来てという。おおよその場所を聞いて速攻で向かった。いた。彼女が道にうずくまっている。俺は彼女を抱きかかえて部屋へと連れて行って寝かせた。どうしてあんなところにいたんだ？と訳を聞くと彼女が話し始めた。俺がコンビニに向かった後、何とも言えない嫌な感じがどんどん近づいてくるのを感じたそうだ。このままでは危ないと思って部屋を出たという。部屋を出た後は彼女を追っては来なかったので、あそこで俺に連絡をしたらしい。
実は彼女もある程度、あっち側のことがわかる人だ。ただし、あくまで感じるといったレベルなのだが、彼女曰く、その嫌な感じは、俺を狙っているわけではなさそうだという。では一体、俺はその晩、彼女を解放しつつ考えた。あのワンピースの女は、あっち側の人なのか。それなら、バーで消えたのも合点がいく。しかし、なんで俺に付きまとうんだ。あのバーに行ったからか。ただの客だぞ。俺はいろいろと考えたが、納得のいく回答は得られなかった。翌日、彼女はすっかり元気になって、自宅へと帰っていった。彼女は帰り際に、俺くんが行ってたバーには、もう行かない方がいいみたいだよ、そう言っていた。彼女も何かを感じているらしい。俺は確かにそうかもしれないと思ったのだが、せっかく見つけたお気に入りの店を失いたくないという気持ちと、あのワンピースの女の謎をどうしても知りたかった。その晩気がつくと、俺はあのバーの前に立っていた。すでに日が暮れて真っ暗だ。あたりは人影もなく、夏なのに妙にひんやりとした空気が流れている。いつものように、重たい扉を開いて、店の中に入った。と、我が目を疑った。いたのだ、あの女が。カウンターの一番奥の席に座っているじゃないか。やっぱり人間だったのか？俺は安心すると、いつものようにジントニックを頼んだ。きっと、自宅の近くで見たのは別人だったんだろう。俺はそう思って、ノートパソコンを開けて、今までの出来事を整理した。ついでだから、あのワンピースの女も、今回の企画に盛り込もうと、シナリオに追加した。うん。我ながら、面白い作品に仕上がりつつあるぞ。すっかりご機嫌になった俺は、そのまま一気にシナリオを書き上げた。ふと時計を見ると、深夜2時近くになっていた。俺は、やばい、そろそろ帰らなきゃ。明日の仕事に影響が出ちまう、と思って、支払いを済ませた。ふと目線を、カウンターの奥に向けると、あのワンピースの女は、まだそこにいた。連れもおらず、ずっと一人で飲んでいたのか。この時初めて、初老のバーテンダーが自分から口を開いた。明日はいらっしゃいますか？え？明日？明日は月曜日で忙しいからちょっと無理かな。と言うと、そのバーテンダーは無言で背中を向けて、酒瓶を吹き始めた。俺は何か変だなと思いながらも、時間も遅いし、その晩はそのまま店を後にした。次の日、確かに仕事は忙しかった。しかし、あの昨夜の、あの初老のバーテンダーの言葉がどうしても気になった。俺は仕事を早々に切り上げると、あの店に向かった。いつもの雑居ビルに着くと、地下への階段を降りていった。重たい扉を開けようと、
手を伸ばした瞬間、何かが足元に見えた。花だった。バーの扉の脇に、透明の瓶に入れた花が置いてあったのだ。俺は、なんだこれ、と思って、しゃがんで眺めていた。と誰かが階段を降りてくるのが分かった。ワンピースの女だった。しかし、今日は白いワンピースではなく、黒い喪服を着ていた。こちらに何かご用ですか？俺は話しかけられたことに驚いて。え？いつもこのお店に通っているものですけど、と言うと、喪服の女は、え？と、怪訝そうな顔をして、こんなことを言った。こちらは一年前から営業はしておりませんよ。俺は何を言っているんだこの人、と思って。ここ数ヶ月ここに通っていたんですけど、と言った。喪服の女はしばらく黙っていたが、話し始めた。この店は、一年前に火事で全焼し、従業員と客が全員亡くなったという。その後一年経つが、テナントの入居者が見つからず、扉は今も閉じられたままだという。喪服の女は、その時亡くなった客の双子のお姉さんで、今日の朝、一周忌の法要の前にここに立ち寄って、花を置いたのだという。俺はしばらくポカンとしていたが、ふと喪服の女に聞いてみた。その双子のお姉さんって、白いワンピースを着ていませんでしたか？喪服の女は、その場で泣き崩れた。まさに火事の日、その服装で出かけたのだという。俺はしばらくその場に立ち尽くしていた。重たい扉を引いてみた。確かに、固く閉ざされていた。その後俺は、喪服の女に、俺が遭遇した事件について語った。喪服の女は、きっと姉は、突然の死が理解できず、あの店で、諭してくれる誰かが来るのを待っていたのだろうと言った。俺は喪服の女から礼を言われ、彼女の家に寄らせてもらって、仏壇に手を合わせた。俺は彼女の姉と、初老のバーテンダーの従業員が、成仏できるようにと祈った。何とも言えない、もやもやとした気持ちに包まれた。しかし、この事件は、これで終わってはいなかった。翌日俺は、会社でノートパソコンを立ち上げた。例の企画のシナリオを、企画書に落とし込むためだ。まだ昨日の出来事で気持ちがブルーだったが、気持ちを切り替え、作業を始めた。と、テキストを見ていて、何かおかしなことに気がついた。あれ？おかしいな。なんか、内容が変わってないか？俺が書いたシナリオでは、主人公がバーで起こった殺人事件を、その場で解決していくストーリーになっていた。しかしおかしい。読んでいくと、主人公が殺されてしまうことになっている。犯人も客の男だったはずなんだが、後から追加したワンピースの女になっている。おかしいな。こんなの
いつ書き換えたんだっけ。俺は頭を整理しながら、これじゃダメだよな、と思って、最後に書き上げた時と同じように一気に書き直した。きっと疲れているんだ。昨日の今日だし。と、その時彼女からメールが入った。今日帰りに寄るからね。俺は了解と返信をしておいた。俺はその後、違う企画の仕事をして家に帰った。家に帰ると、すでに彼女が来ていて、夕飯を作ってくれている。気がめいっていた俺にとっては、すごく救われた気がした。ほどなくして出来上がって、一緒に食べた。うまかった。料理上手な彼女ほど、いいものはない。俺は悦に入っていた。しばらく、あれこれおしゃべりをしていたのだが、ふと彼女が仕事のことを聞いてきて、今作っている企画の話をしたら聞きたいと言ってきた。俺は例のシナリオを見せようと思ってノートパソコンを取り出した。テキストデータを開いて、はいこれ、と見せてあげた。最初は楽しそうに読んでいた彼女だったが、次第に表情が曇っていく。不審に思った俺は、どうした？と聞くと、何これ、変、と言う。え？おかしかった場所は直したんだけどな。そう思って読んでみた。え？なんだこれ。物語の舞台は、バーではなく、主人公の部屋になっていた。主人公が彼女と二人でいるところに、暴漢が侵入。二人とも殺されてしまい、それを、白い服と黒い服の姉妹が、推理して解決していくという内容に変わっていた。なんだこりゃ。職場の誰かが書き換えたんだろうか。いたずらだろうか。わけのわからない俺を見て、彼女も不安そうだった。と、玄関のチャイムが鳴った。ピンポーン。とっさに俺は何かやばいと思って、黙って聞き耳を立てた。彼女にも指でシーッと合図をした。何度かチャイムが鳴った後、静かになった。俺はゆっくりと立ち上がって、各窓の鍵を確認した。やばい。何かがやばい。過去何度か経験した、あっち側の出来事がフラッシュバックする。これは一体どういうことなんだ。どうしてテキストデータのシナリオが勝手に書き換わっているんだ。しかも主人公って、もしかして俺か。しばらくして今度は玄関をどんどんどんと叩く音がしてきた。彼女は泣き出しそうだ。俺もパニックになって、どうしたらいいのかわからない。とっさに俺はノートパソコンを抱えて、2階の窓を開けた。この頃俺は2階建てのアパートに住んでいた。そして思いっきりノートパソコンを、1階のコンクリートに向けて叩きつけた。バキャン。ノートパソコンは、文字通り、木っ端みじんに吹き飛んだ。途端に、玄関を叩く音が止まった。俺は泣いている彼女を、
奥の部屋に連れて行って、台所から包丁を持ってくると、恐る恐る玄関のドアを開けた。そこには、誰もいなかった。俺はゆっくりドアを閉めると、へなへなとその場に座り込んでしまった。奥から彼女が泣きながら出てきて抱きついてきた。俺は彼女の頭を撫でながら、理由はわからないが、もう大丈夫だと思った。次の日会社を休んで、俺は例のバーの雑居ビル管理をしている不動産屋を訪れた。そして、1年前の事件について聞いてみた。すると確かに、1年前に事件は起こったという。だがそれは火事ではなく、店にピストル強盗が入って、店員と客を全員射殺して逃げたという内容だった。俺はおかしいな。あの喪服の女と話が違うと思って、亡くなった方のことも聞いてみた。はい、そうですね。あの時亡くなったのは、初老の店員さんと、お客さんとして来店されていた方2名。ああ、この2人は姉妹ですね。え？姉妹？俺はしばらくキョトンとしていたが、理解した。あの喪服の女も、犠牲者だったということを。俺は花屋で、仏花を2つ買うと、1つは例のバーに、もう1つは、喪服の女の家の前に置いてきた。あの時俺は、喪服の女の家に上がって、仏壇に手を合わせた。しかし今日来たそこには、ただの空き家しかなかった。きっと、半ば強引に、人生の幕を下ろされた姉妹の怨念が、今回の事件を引き起こしたんだろう。俺は数ヶ月間、あっち側の店に通っていたことに、全く気がつかなかった。今思い出せば、確かにおかしな点もあった。俺以外に、客が来なかったのである。俺はなぜか、それを全く不審だとは思わなかった。そして、この悲惨な事件に遭遇した人たちを、こともあろうか。知らないこととはいえ、ゲームにしてしまおうという、アホな企画を進めていたのである。そんな、人間として未熟なところが、あの姉妹の怒りに触れ、俺自身に対し、危険が降りかかったのだと思う。あれから8年。その後、お気に入りのバーはいくつか見つけたが、決してそれらの店では、仕事を持ち込むような真似はしていない。おばあさんを探して。俺の田舎には山がある。平野の真ん中にポツンとできた山だ。大きさはまあまあで、そこは昔から様々な怪奇現象が起こることで地元では有名なスポットだった。山頂には戦国時代の城跡や墓地があって、昼間は観光客なども来るが、夜は誰も近づかない。俺が中学に上がった頃、村のご意見番のばあさんが倒れて、山のふもとの病院に入院をした。ばあさんには身寄りはない。以前は息子がいたそうだが、若い頃病気で亡くしたそうだ。
ばあさんのことを煙たがっている村人もいたが、うちは世話になっていたので、よく家族で見舞いに行った。見舞いに行くと、ばあさんはよほど嬉しかったのか。しわくちゃな顔を丸くして、にっこりと笑って喜んでくれた。ばあさんはかりんとうが好きなのだが、入れ歯なのでハンマーで砕いてあげては、よく食べさせてあげた。そんな状態が一年ほど続いたある日、事件が起こった。ばあさんがいなくなった。もともと認知症の毛があったのだが、この頃にはだいぶひどくなっていた。病院や村は大騒ぎで、みんなで手分けをして捜索に当たった。うちも俺と親父が参加した。病院の話では、おそらく山頂に向かったのではないかという話だった。前にも脱走したことがあって、看護婦も手を焼いているということだ。俺と親父は懐中電灯を片手に後を追った。時計を見ると午前0時。山の中なので、もちろん街灯などはない。ふもとで親父は俺に二つのものをくれた。一つはお札。もう一つは赤い紙を鳥居の形に切ったもの20枚ほど。俺は何これと聞いたが、親父は真剣な顔をしてこう言った。いいか、この山には鎧兜を身につけた昔の亡霊が出る。お札は首から下げて絶対になくすな。紙の鳥居は亡霊が現れたら四方に置いて、いなくなるまでやり過ごすんだ。親父は小さい頃からこの山で遊んでいた。いわ庭みたいなものだ。安全なところ、危険な場所も熟知している。亡霊や物のけにも何度も遭遇しているという。もらった鳥居は、いわば魔除けのようなもので、親父が小さい頃、あのばあさんに教えてもらって使っていたという。俺はこんな夜中にこの山に入るのは初めてだ。緊張しながらも親父についていく。時折、夜行性の鳥の鳴き声が聞こえると、ビクッとする。空は曇って月は隠れている。本当の闇だ。俺は怖くてしょっちゅう後ろを振り返った。しばらくして親父が立ち止まった。俺は何事かと思ったが、どうやらばあさんの手ぬぐいが捨ててあったらしい。なんだ、手ぬぐいか、と安心したが、親父は小さい声で、しーっと言うと、俺にしゃがむように合図をした。シャン、シャン、シャン。遠くから、鈴の音が聞こえてくる。俺は背筋がゾクゾクして、何とも言えない嫌な感じがしてきた。親父は鳥居を出すように合図をしたんで、二人を囲むように鳥居を置いて息を潜めた。と、何かが揺らめいて見えた。ぼ、ぼ、ぼ。鬼火だ。鈴の音の方向に見える。きっと、親父が言っていた亡霊に違いない。時折、鎧がきしむ音や、槍がカチャカチャする音まで聞こえてくる。恐ろしいのは、地面を這うように聞こえてくる、声とも叫びともわからない響きだ。
うおー。俺は怖くなって震えていた。明らかに、この世に怨恨を残して死んでいった魂たちだ。俺たちの30メートルくらい先を、麓から山頂に向けて行軍していた。どれくらい時が経っただろう。親父がもういいぞと言うので目を開けた。奴らはいなくなっていた。鳥居は真っ黒になって焼け焦げていた。俺たちは先へと進んだ。しばらく登ると少し開けた場所に出た。古い石碑があったので、それを懐中電灯で照らすと、首切り塚と書いてある。自殺の名所だ。俺の友達のお兄さんもここで亡くなった。昔ここで罪人の首を切って崖下に投げ落としたのが名前の由来らしい。途端にゾクゾクしてきた。いいか。ここでは何があっても振り向くなよ。何があってもだ。その瞬間、親父が消えた。いや、正確には、周りの風景すべてが闇と同化したと言うべきか。音も、親父の声も聞こえない。俺はパニックになってキョロキョロしたが、さっきの親父の言葉を思い出して固まった。薄気味の悪い声が聞こえる。と、背後から何かが近寄ってくる音がした。ザ、ザ、ザ、ザ。シャリ。シャリシャリ。何か金属質のものを引きずりながら何かが近づいてくる。親父もどこにいるのかわからない。すぐ後ろで、はぁ、はぁ、と声がして、そいつの息が首の後ろにかかる。俺の首を切り落とす気か。俺は恐怖で頭が真っ白になった。振り向いてはいけない。振り向いては。後ろにいる奴が刀を振りかぶろうとする気配がした。瞬間俺は耐えきれずに後ろにジャンプした。途端に視界が戻って俺は唖然とした。崖っぷちだ。見ると、ギリギリ崖っぷちに立っていた。もしもさっき、刀をかわすため、前にジャンプしていたら。俺は腰が抜けて、その場にしゃがみ込んだ。親父も無事だったようで、すぐ俺のところに駆けつけてくれた。危なかったな、と言って、あたりに塩を撒き始めた。親父の話では、今のは亡霊ではなく、もののけなのだという。亡霊に化けて、人を脅かしたり、いたずらをしたりする。もっともこいつらは、かなり立ちが悪い部類らしいが。俺たちは少し休んで、再び登り始めた。しばらく進むと、何かの鳴き声が聞こえた。聞き耳を立てると、何やら人間の赤ん坊の鳴き声のようだ。おぎゃー、おぎゃー。親父はぼそっと、ムジナだ、と言った。
道を迷わせるため、人の赤ん坊の真似をしているのだという。泣き声のするところに向かっても、決してたどり着くことはなく、永遠にさまよい続けるらしい。ほどなくして俺たちは、池の脇に出た。ここまで来れば、山頂は近い。親父が、小石を拾えと言うので、いくつか拾った。池を通り過ぎるまで、水面に小石を投げ続けるのだという。俺は、なんでだと思って聞いてみた。今夜は満月だからな。池に映る月を使って、カッパが馬鹿しやがるんだ。あいつらは、怪しい術を使うからな。気がつくと、さっきまで雲に隠れていた月が顔を出した。俺はよくわからなかったが、親父に言われる通り、小石を投げながら、池の脇を通り過ぎようとした。と、急激に気分が悪くなってきた。体が熱い。めまいがする。親父はまずいと言って、俺を抱えて、足早に池の向こうまで遠ざかると、木の陰に隠れ、持ってきたペットボトルの水を、俺の体にかけた。俺は訳がわからずに、親父に尋ねると、カッパに攻撃をされたのだという。いつの間にか、親父が置いた鳥居が、ブスブスと煙を上げて、みるみる焦げてゆく。あいつらはな、遠くからでも、人を殺すことができるんだ。人の血を沸騰させて殺すんだ。あいつらに近寄っちゃなんねえぞ。俺はありったけの水を飲まされると、少しして落ち着いた。そして、親父と猛ダッシュで山頂へと走り抜けた。ここまで婆さんの姿はなかった。他の村人たちが見つけてくれていればいいが、安否が不明なので、俺たちはとりあえず山頂まで行ってみることにした。そこは、地獄だった。おびただしい数の亡霊たちがうごめき、ものすごい正気があたりを包んでいた。なんでこんなにたくさんいるんだ。とてもじゃないけど、俺たち二人でどうにかできるレベルを超えている。すると親父がこう言った。多分、ばあさんが集めたんだ。俺はそんなバカな、と思ったが、確かにそれしか考えられない。もともと、いろいろと不思議な術を使う人だった。亡霊を集めることなんて簡単なのかもしれない。普段はそんなことはしないが、認知症が進行して、無意識にそれらの力が、暴走しているのかも。こりゃ無理だ。親父が諦め気味につぶやいた。俺もそう思った。幸い、他の村人はまだここには来ていない。まあ、来れる奴もあまりいないだろうけど。ふと、高台に目をやると、白装束の小柄な人間が動いているのを見つけた。ばあさんだ。一心不乱に何かを祈っているようだ。あの亡霊の群れを突破して、ばあさんに近づくことは不可能だ。しかもばあさんは気が触れた状態なので、何をしてくるかわからない。
俺は親父と相談して、朝までここで待つことにした。日の出まで、あと1時間程度だった。と、背後に嫌な気配がした。うおー。しまった。前にばかりいると思っていた亡霊たちが、後ろにもいたのだ。囲まれている。俺と親父は青ざめた。とっさに鳥居を置くが、みるみる焦げてゆく。残りは12枚。つまり3回分しかない。とてもではないが、夜明けまで持ちそうにない。ばあさんは高台の祠に向かって、一心不乱に祈祷をしている。誰の目にもまともな状態でないのがわかる。鳥居が凄まじい勢いで火を吹き出した。戦国時代の亡霊が目の前を横切っていく。触れただけで魂を抜かれそうだ。いよいよ最後の鳥居が燃え尽きようとしている。空はうっすらと明るくなってきてはいるが、とても日の出までは持たない。親父は自分のお札を俺の首にかけると、鳥居が燃え尽きたら全力で麓まで走るようにと指示をして、俺の体に塩を塗りたくった。と、いつの間にか目の前にばあさんが立っていた。おやおや、こんなところにも山さんがおったがね。山さんというのは亡霊のことだ。そう言うとばあさんは何かの因を結んだかと思うと、周囲の亡霊たちが一斉にこちらに向けて歩き出した。ばあさん、俺だよ。わからないのかよ。そう怒鳴ったのだが、正気ではないからなのか、俺たちを亡霊だと思っている。そして、鳥居が燃え尽きた。親父は逃げろと言ったが、恐怖で足が動かない。ばあさんは、ひゃー、ひゃひゃひゃって笑ってる。その様は完全に人間ではなく、もののけに取り憑かれているのがわかる。ばあさん、かつて呪いから俺を助けてくれたばあさん。その姿はもうここにはなかった。首からかけたお札が、二枚とも弾け飛んだ。俺と親父は地面にしゃがみ込んだ。もうダメだ。俺は死を覚悟した。とその瞬間、ポケットから何かが転げ落ちた。ばあさんの様子がおかしい。足元を見ると、花輪刀が転がっていた。俺はとっさにそれを拾うと、ばあさんの口の中に詰め込んだ。ばあさんの体から何かが飛び出した気がした。ばあさんは完全に取り憑かれていたのではなかったのだ。おのれ。ばあさんの体から飛び出た強い怨念の塊のようなものが叫んだ。瞬間、ものすごい突風が渦巻き状に吹いて、亡霊たちを吹き飛ばした。俺は何が起こったのかわからなかった。怨霊の塊がばあさんの口を借りて何かを言った。
おのれ、口惜しや。こやつには、こやつには強い。がっついておるから落とせん。口惜しや。その瞬間、朝日があたりを照らし始めた。断末魔のようなうねりが周囲を包んで、山頂には静寂さが戻った。俺はばあさんを抱き起こして呼びかけた。ばあさんはぐったりしていたが、一言だけすまなかったねと言うと意識を失った。ほどなく村人たちがそこに駆けつけて、ばあさんはそのまま病院に運ばれて ICU に入ったのだが、結局そのまま亡くなってしまった。葬儀の日、ばあさんには身寄りがないので、親父が喪主を務めた。俺は棺の中に花輪刀をたくさん詰めてあげた。もしもこの花輪刀がなかったら、俺と親父はどうなっていたのかわからない。ありがとうばあさん。そして、助けてあげられなくて、ごめん。俺はその後、しばらく悲しさでほうけていたが、ばあさんを守りきれなかった悔しさから、単独で深夜の山頂踏破を数回行った。そんな俺を見て、親父が言った。いいか、自然っていうのはな、人の味方にもなるし、敵にもなる。そして力っていうのはな、他人を守ることができて初めて力なんだ。人が自分のことを守るのは心が弱いからだ。悔しかったら強くなれ。その言葉がその後の俺の人生の指標となった。俺は誰かを守れる強さを身につけようと心に誓った。あっちで見ていてくれよ、ばあさん。まだ早い。あれは今から5年くらい前の体験だ。社会人になってからの恐怖体験を話そうと思う。田舎には田舎の、都会には都会の怖さというものがある。これはその顕著な例だったと思う。俺は某ゲーム会社で働いている。最初は横浜線を使っていたが、これが結構飛び込むことで有名な路線だ。しかし俺自身は幸運にもそれらに遭遇することはなかった。この日までは。その日はいつものようにお昼前に起きて電車に乗った。俺の会社はフレックスなので何時に出勤してもいいんだ。駅に着くとちょうど電車が来た。時計を見るとお昼の12時40分だった。おう、空いてる空いてる。電車には誰も乗ってはいなかった。いつものように iPod で音楽を聴き始める。朝はジャズを聴くと決めている。鼻歌混じりで外の風景を眺めていたが、なんだか違和感がある。天気は快晴。春先で穏やかな日差しに包まれている。しかし、動きがない。というか、止まっている一枚の写真を見ているような、そんな感じ。とその時、電車が駅を通り過ぎた。
え？この電車って各駅停車だよな。どうして通り過ぎたんだ？俺が降りる駅は小さいから、各駅停車しか止まらない。それが他の駅を通り過ぎることなどはありえないのだ。おかしいな。運転手が間違えたのか？よく考えたら、電車に乗ってから車内アナウンスもなかった気がした。俺はキョロキョロと見回したが、電車は普通に走っている。少し不安になったが、ほどなく次の駅に電車は止まった。プシュー、バタン。コツ、コツ、コツ。扉が開いて、車両に人が乗ってきた音がした。俺は思い過ごしかと安心した。そして電車は次の駅でも停車した。結構大きな駅だ。しかしおかしなことに、扉が開いても誰も乗ってくる気配がない。ホームには結構な数の人が並んで立っているのに。ん？なんでみんな乗ってこないんだろう。おかしなことにみんな電車が来る方向を向いている。まるで早く電車来ないかな、そんな表情だ。いやいや、電車今来てるだろ。みんな早く乗ろうよ。そう思っていると、誰かが同じ車両に乗ってきた。うん、そうだよね。みんなも早く乗ればいいのに。しかし結局、同じ車両に乗ったのは一人だけ。そして、電車は動き始めた。この駅で降りておけばよかった。多少の違和感はあったが、あまり気にしないことにして、気を取り直して音楽を聴いていた。しばらくぼんやりしていたが、ふと目線を右の方向に移すと、視界にさっき乗ってきた人が映った。女子高生かな？黒い制服を着た女の子だった。無言でうつむいている。床には、大きなバッグを置いているようだった。あんなに大きな荷物だと大変だな、なんて思って、目線を戻して外を見ていた。ぼと。何か音がした。ん？何の音だ？俺はキョロキョロとあたりを見た。特に異常はない。気のせいかと思って、視線を女子高生に向けた。あれ？心なしか、彼女の荷物が大きくなっている気がした。おかしいな。荷物、あんなに大きかったっけ？しばらくぼーっと見ていたが、何か違和感がある。しばらくして、その理由が分かった。瞬間、全身の毛が逆立った。俺の人生で、この時ほどやばいと思ったことはなかった。彼女の大きな荷物だと思っていたのは、血だった。よく見ると、右足が切断されていて、床に転がっている。どす黒い血がじっとりと流れ出して徐々に広がっているのだ。黒い制服というのも元は白いらしくて血で黒く見えていたのだった。俺は後ろの車両の乗客も見てみた。首がなかった。この時初めて事態の異常さと相当な危険度を感じた。全身から
嫌な汗が流れた。とにかく降りなければ。俺は次停車してドアが開いたら、速攻で逃げようと思った。ほどなくして、電車は次の駅に止まった。ん？なんだこの駅は。見たこともない駅名だった。というか、目の焦点がよく合わなくて、駅名がよく見えない。しかも、一向にドアが開く気配がない。ほどなくして、電車が動き始めた。俺は、とっさに窓から飛び降りようと考えたが、窓がびくともしない。しかしよく考えたら、まともではない場所で、外に出たら逆に危険な気もした。生きて帰れなくなるからだ。女子高生を見た。両足ともなかった。血が吹き出ている。と、後ろの方から何やら音が聞こえた。ガラガラガラ、バタン。車両連結部のドアを開け閉めしているような音だ。その音がだんだん近づいてきているような気がした。やばい、何かが来る。言葉では言い表すことができないような劣悪な波動を感じて、俺は先頭車両の方に移動した。女子高生の前を通り過ぎた。視線を向けずにいたが、すでにバラバラだったのが分かった。そして、一番先頭の車両に着いた。空気が異様に冷たい。俺は運転席のドアを開けようとしたが、びくともしない。というか、運転手がいない。電車がトンネルに入った。外は真っ暗だ。え、トンネルだって？当然、この路線にはトンネルはおろか、高架線すらない。車内の電気が消えて、非常用の赤色灯になった。バタン。とっさに振り向くと、連結部のドアを開けて、車掌が入ってきた。さっきからこちらに向かっていたやつだ。暗くて顔が見えない。手には金属製の長いアイストング、氷を挟む道具のようなものと、黒い大きな布袋を持っている。袋の中では、何かがごそごそと動いている。やばい、見つかった。どんどんと車掌がこちらに近づいてくる。本能が逃げろと言っているのだが、体がうまく動かない。情けないことに、腰を抜かす寸前だった。車掌は無言で接近してくる。もうダメだ。そう思った瞬間、俺の体を車掌がすり抜けた。と同時に、強烈な、しかし、妙に懐かしい匂いがした。まだ早えよ。そう聞こえたかと思うと、車掌は運転席に入っていった。パーン。いきなり、すごい日差しが車内に入ってきた。眩しくて、しばらく目が開かなかった。新横浜です。市営地下鉄をご利用の方は、アナウンスで、俺が降りる駅名が流れた。ほどなく駅に着いて、俺は呆然としながらも、なんとか駅に降り、へなへなと、
ホームのベンチに座り込んだ。一体今のは何だったのか。夢だったのだろうか。時計を見ると、1時10分だった。電車に乗ってからちょうど30分。いつも通りの時間。俺は体験した異常な出来事にヘトヘトになりながらも、あの車掌について考えた。乗客はわかる。多分、飛び込んでしまった人たちだ。しかし、あの車掌だけはどうしても納得がいかなかった。あの匂いと雰囲気、あれはまさに俺自身だったんだ。どういうことだろうか。俺は将来あっち側の車掌になるということか。それにまだ早いと聞こえたんだが、いつか俺が飛び込むということなんだろうか。ふと足元の靴を見たら、裏にべっとりとどす黒いものが張り付いていた。すぐに靴屋で新しい靴を買って、それを捨てた。幸いなことに、今は勤務先が変わって、その路線は使ってはいない。しかし今でも、一体あれが何だったんだろうかと、謎のままだ。おかしな中学校。俺、中学の時は不登校で、今はなんとか大学まで来れて、もうすぐ就職だけどね。中学校2年生から1年くらい、学校に行かなかった時期があったんだ。なんか、不思議な感じがする学校でね。放課後、みんなで教室で喋っていたら、急に静かになって、教室には誰もいない。知らない間に自分一人なんだ。なんというか、朝から晩まで常に夕焼けみたいな感じがする雰囲気だった。友達とかに聞いても、全然そんなことは感じないって。過疎化の進んだ村なんで、昔からの友達ばかりだし、そんないたずらされることはないと思うんだ。こりゃ、何かの病気かな、と思った自分は、精神科医とか内科とか巡ったんだけど、異常はないって言われてしまう。ちょっとノイローゼ気味になった俺は、学校に行きたくなくなって、ケベを使って、引きこもりを続けた。けどね、俺が引きこもっている間に、後輩が自ら命を絶ったんだ。家は建て替えて、親も兄弟もいて、特にいじめられているわけでもなく、ボケ担当的な人気のあった後輩が、なぜ？なんかそれ以降かな、学校の嫌な感じが、微塵も感じなくなって、また学校に行けるようになったんだよ。自分の問題を後輩の死とくっつけるなんてどうかと思うんだけど。まあ今ではその学校は生徒減少に伴い取り壊されてしまったんだけどね。けど中学の時の友達と話をすると、俺が不登校の間休んでいることを、遠い世界に行きましたって先生から説明されていたらしい。そんな説明で不登校の生徒に気を使うっていうのも疑問だし、まして中学で。何だったんだろう、あの中学校。
夏のエレベーター。3年くらい前の夏、当時勤めていた会社のビルでの出来事です。会社はビルの7階にあり、エレベーターに乗って帰ろうとエレベーター乗り場に行きました。夜9時半くらいのことで、周りは非常灯程度の明るさでした。9階で止まっていたエレベーターが7階について、乗ろうとしたその時、中に40代から50代くらいの女の人が乗っていました。あれ？9階で止まったままだったし、8階で止まった様子もなかったよな。そう思いましたが、疲れていたし、早く帰りたかったので、まあいいやと思い、エレベーターに乗り込み、1階のボタンを押しました。すると、その女性に話しかけられました。ねえ、これって屋上へは行かないの？驚いて彼女を見ると泣いています。なんでこんな時間に屋上？それになんで9階でずっと止まっていたんだ？と思いましたが、とりあえず、この時間は多分閉鎖されてると思いますよ、と返事をしました。するとさらに泣き出しました。え、まさか飛び降りでもするつもり？なになに？どうしよう、困ったな、と思いつつ、他に何もできず、ひたすら彼女を慰めて励ましていました。こんな年、当時23歳の、しかも見ず知らずの小娘の言う励ましが、どの程度彼女に届いたかはわかりませんが、彼女はビルの出口までついてきて、泣きながら、ありがとう。あんたいい子だね。あんたにはきっといいことがあるよ、と、お礼のようなことを言ってきました。なんとなく不安だったんで、タクシーに乗せるか、駅まで一緒についていくかしたかったんですけど、彼女に頑なに拒否をされてしまい、入り口に彼女を置いて帰ることになりました。次の日、会社の先輩にその話をしたところ、私、あなたが帰ったすぐ後に帰ったんだけど、そんな人見なかったよ、と言われました。まあ、それは彼女が、私が帰った直後にそこを去っていれば、当たり前のことなんですけど。でも気になるのは、なぜ9階で止まったままのエレベーターに乗っていたのか。また、泣いていたのは、屋上に行きたがっていたのはなぜなのか。そして彼女は今どこでどうしているのか、この季節になると思い出します。見えるんですか。一昨日こんなことがありました。いつも使用している駅のタクシー乗り場に一人の男性が立っていた。私もタクシーに乗りたかったんで彼の後ろに並んだ。友人と電話をしていたのでちょっと距離を空けて並んでいた。タクシーがなぜか私の目の前に止まってドアを開けた。携帯で話をしながらちらりと前の男性を見たが、彼はタクシーに乗ろうとはしないし、ぼーっと遠くを見ているようだった。私が電話越しに
とても急いでいると話していたのが聞こえて、彼が譲ってくれているのかな、そう思った私は、電話を切り、前の男性に軽く会釈をしてタクシーに乗った。すると男性は、大きく目を開き、あなた、私のことが見えるんですか?と叫んだ。ポカンとしていると、彼は駆け寄ってきた。しかし、タクシーのドアは閉まり、トロトロと進み出した。見えるんですね。待ってください。僕はどうすればいいんでしょうか。もう三年もこのままなんです。と、彼は走りながらタクシーの窓を叩き叫んでいたが、タクシーはスピードを上げて、あっという間に見えなくなった。このタクシーの運転手はもちろん、周りの人たちは、あんなに大声で叫んでいた彼に、全くの無反応。あの男性が、ただの変な人だとは思えない。私は今まで、幽霊なんて見たこともなかったんで、その時は本当にポカンとなり、ぼーっとドラマのように、タクシーを追いかけてくる男性を眺めていた。彼が見えなくなってから、はっと我に返り、運転手さんに、今の人、何だったんですかね?と聞いて、はい?え、どうかされました?と言われ、初めて怖くなった。これからまた、その駅に行かなければならない。すごく怖いんだけど、ばったり会ったらどうすればいいのかな。昨日は怖くて、結局バスを使いました。タクシー乗り場を覗いてみようかなと思ったんですけど、時間もなかったし怖かったんで。今度変装でもして、タクシー乗り場を覗いてみようと思います。時を隔てた憑依。最近ちょっと思い出した話がある。霊媒体質の人には意識が入れ替わることがあるらしいんだけど、これは意識がタイムスリップをして入れ替わったとしか思えない話。数年前、ある人に連れて行かれて飲みに行ったら、そこのホステスさんが霊媒体質とのことだった。お決まりの幽霊話かなと思っていたんだが、少し違っていた。きっかけは忘れたけど、店の中で突然憑依されたらしい。その女性がまるで男性のような話し方に変わり、言葉遣いも変になった。まるで昔の武士みたいな話し方。たまたま客もいなかったし、また例のやつが始まったのかと、他のホステスもほったらかしにしていたらしいが、次第に様子がおかしくなっていく。店の中をのしのしと歩き回り、物珍しそうに見て回っては、これはなんだ?強い訛りのある言葉で尋ねたそうだ。なんとか意味は伝わったらしい。ウイスキーのボトルを見ては、これはなんだ?と聞いてくる。ウイスキーと答えると、ウイスキー?それはなんだ?そんな具合。試しに飲ませてみると、初めて飲んだように、思わず顔をしかめる。特に、天井のシャンデリアを、物珍しそうに眺めていたそうだ。
電気というものを知らなかったらしい。しかも、天井から吊るす照明器具は見たことがないようだった。昔は暗頓だったからね。そのうち、ここはどこだ?と尋ねてくる始末。ようやく自分が別の世界に来てしまったことに気がついたらしい。わしは帰る、と言って店を出ようとするし、店から出たら出たで、今度は外の様子が近代的な建物ばかりだから、呆然自失となる。半分パニックになりかけていたのを、他の人が眺めるのに苦労したそうだ。一方、ホステスさんの意識といえば、突然めまいに襲われたかと思うと、あたりが白い霧に包まれている。怖くなって走り回っていると、突然視界の一部に霧が薄くなっているところが見えた。そこへ行くと、今までいた店とは違う外の景色。それも遠くに川が流れ、馬小屋みたいな建物があり、地面には雑草が生い茂っている。そのうち、誰かがそばを通り過ぎようとしていることに気がついた。助けを求めて追いすがると、それは、馬に乗った武士だったそうだ。彼女は正面に走り込み、必死に助けてくださいと懇願したが、その武士は彼女の存在には全く気がつかずに、馬の歩みを進めていく。どうやら彼女は、意識体だけで存在しているようだ。孤独と恐怖に襲われた彼女は、その場にうずくまり、ただ泣き叫ぶだけだった。再び、現代の店の中。落ち着きを取り戻した男は、ようやく自分の素性を話し出したそうだ。彼は、馬の世話係で、突然意識を失い、気がつくと、ここにいたという話である。その様子を見て、最初はいたずらだと思っていた同僚たちも、次第にそれが本当に、別人の意識が入り込んでしまったのだと考え始めたそうだ。これはやばいことになった。そうは思っても、同僚たちにはどうしようもない。とりあえず男に酒、日本酒を与えて眠らせることに成功した。その時点では同僚たちも気が動転していて、その男が過去の人物だとは考え及ばなかったそうだ。どうする?救急車呼ぼうか?いや、もう少し様子を見てからにしようか。そんな会話をしてから1時間ほど経った頃、今度は彼女が目覚めた。彼女は自分が元の世界に戻ったことで安堵し、そしてまた泣きじゃくる。同僚たちもほっとしたが、一体何が起こったのか混乱するばかり。ああでもない、こうでもないと結論の出ないまま時を過ごすことになったそうだ。ここまでは私が当事者たちから聞いた話。実際はこんなに理路整然とした話じゃないし、話があちこち錯綜して取りまとめるのが大変だった。そこで私は彼女たちを前に、こう結論付けた。もしかしたらあなたは、過去にタイムスリップしたんじゃないのかい?
原因はわからないけど、過去の馬の世話係とあなたの意識が入れ替わってしまった。彼の意識はあなたの肉体に入ったけれど、あなたの意識は彼の肉体には入らなかった。でもそれでよかったのかもしれない。もしも入っていたら、こうして元に戻れたかどうかはわからないからね。時を超えて霊媒現象が起きるなんて初めて聞くけど、可能性はある。現在と過去で生じた出来事を突き合わせて考えてみると、彼が電気も知らない昔の人であることは確かだし、あなたたちが作り話をしているとは思えない。現実に起こったことだろうね。問題は彼がどの時代の人間か。現代人と一応の会話ができるというのだから、そんなに昔の人ではないだろう。せいぜい幕末から明治初期というところじゃないかな。私はこれ以上納得のいく説明をする言葉を持たなかった。ちなみに現代を訪れたその男が再び過去の肉体に戻れたかどうかは一切不明。ホステスはもうあんな体験は二度と嫌だと怯えていた。幽霊を見てしまうよりも恐ろしい体験だったようだ。改めて自分の文章を読み返してみると、状況がつかみにくい書き方をしてしまった。当時の支離滅裂な証言が影響し、私の文章にまで反映されてしまったようだ。要は、現代の人間と、150年くらい隔てた過去の人間の意識が交代してしまったらしいという話。過去に行ったホステスの意識は、相手の男の肉体に行く前に、自意識が目覚めて、途中で立ち止まったんじゃないかな、と推測する。それが霧に包まれた通路だったり、武士にも見えない霊体となっていたのだろう。現代に帰る過程は、ついに聞き出せなかった。覚えていないというのだから仕方がない。見知らぬ異空間でパニックに陥っているときに、いちいち状況把握などはできないからね。しかし、支離滅裂な証言ながら、時を隔てた他人との意識交代であるというのは、当時の私にも直感的に分かった。時空の狭間。これは、俺が保育園に通っていた時の話。俺が住んでいた町には、第一から第三まで保育園があり、俺は第一保育園に通っていた。ある夏の日、合同お遊戯会の劇の練習で、第一保育園の園児が第二保育園に行くことになった。この第二保育園の園舎は C の字型になっており、遊戯室は C の上の先端にある。遊戯の練習を終えて昼食をとるため、俺を含む園児は遊戯室から反対側の先にある教室へと向かっていた。距離はだいたい20メートルくらいかな。幼少の頃の感覚なのでもっと短いかもしれない。俺は何気なしにその教室に向かっていた。だが一向に教室にたどり着けない。端まで行ったつもりが元の遊戯室の前に
戻ってきてしまっていた。幼かった俺は少し不思議だと思ったくらいで、また反対側へと引き返し始めた。だが、たどり着いたのは、またも遊戯室の前。さっきまで一緒に歩いていた園児たちも、いつの間にかいなくなっている。というより、園舎の中から人の気配がしない。まるで俺だけが、この世界に取り残されたような感覚だった。さすがに焦った俺は、反対側へと走り出した。しかし到着するのは、遊戯室の前。何往復しただろうか。途方に暮れた俺が、遊戯室の前に着いたとき、少し背の高い女の子が立っていた。知らない顔だ。第二保育園か、第三保育園に通っている子だろうか。その子は、泣きべそをかいている俺に、優しく、どうしたの?と話しかけてくれた。泣きながらも、俺は教室に行けないことを告げると、彼女は俺の手を取り、私と一緒に行こう、と言って、俺たちは、教室を目指して歩き出した。ほどなくして反対側に着くと、そこは先生数人がバタバタと慌ただしくしていた教室だった。俺は先生と叫んで走り出し、それを見た先生は、どこ行ってたの?探したのよ。と、俺を抱きかかえてくれた。ふと気がつくと、あたりは夕日が差しており、俺は4時間近くも行方不明になっていたらしい。俺は保育園からは出ていないし、さまよっていたのもせいぜい30分程度だ。当時の俺はそんなことを考えている余裕もなく、あの子に連れてきてもらったんだ、と言い、後ろを振り返ったのだが、さっきまで一緒にいた女の子は姿を消していた。先生に聞いても、そんな女の子はいないという。それ以来俺は不思議な体験はしていない。今でもはっきりと覚えている、幼少の夏の少し不思議な思い出。変な匂い。会社を辞めざるを得なかった時の話。当方今の会社もう辞めたけど、勤めて3年目の女。もう辞めたし、会社がどうなろうが知ったこっちゃないから話す。建築関係の会社に勤めていたんだけど、入社当時は事務ではなくて営業として働いていた。でも勤め始めて半年ほど経った時、事務のお姉さんが産休に入るというので、女が私しかいない小さな会社、半ば強制的に私が事務を引き受けることになった。事務について社長から説明を受けた後、社長が、事務の子はあんまり長続きしないんだよね、そう言ってきた。その時は適当な相槌を打って流していた。事務といっても経理までやるわけではないし、仕事自体はすごく楽で暇だった。ああ、こんなに暇じゃ
退屈でみんな辞めてくよな。と、社長の言葉にも納得していたのだ。ここからが本題。その会社を辞めざるを得なくなった事件が起きた。その日もいつも通り出勤してきて、適当にポットのお湯を沸かしたり、朝刊を確認したりと、朝の雑務をこなしていた。エレベーターホールからエレベーターが上がってきた音がした。ああ、この時間は Y 部長だな。とか、そんなことを考えながら、入り口に目をやった。案の定、Y 部長であった。いつも通り挨拶をしようとしたら、Y 部長のちょっと後ろに女の人がいて、入り口のすぐ向かいにある応接室にすっと入っていったんだ。あれ？こんな朝早く Y 部長のお客様かな？そう思った。私はお茶を用意しようと思って、Y 部長に、今お客様お見えになりましたか？お一人でよろしいですか？と確認したんだ。そしたら Y 部長は不思議そうな顔をして、いや、誰も来てないと思いますが、って言うんだよ。私はおかしいなと思って応接室に行ってみた。確かに誰もいない。それになんか畳のような、焦げ臭いような、変な匂いがしたのを覚えてる。なんか気味が悪くなって、すぐに自分のデスクに戻った。まあ、その日は大ごとにはしたくなかったし、誰にもその話はしないで終わったんだ。その次の日、全く同じことが起きたんだよ。私は、今、お客様見えましたよね。と、Y 部長に確認。Y 部長は、いや、来ていませんよ。と。いや、絶対に来てた。昨日と同じ背格好の、パンツスーツの女性が見えたんだ。再び慌てて応接室に。その後を追ってくる Y 部長。さすがに私も若干取り乱していたと思う。やっぱり誰もいない。そして昨日と同じ変な匂い。私が首をかしげているのを見て Y 部長が一言。もしかして S さん、私のことです。S さん、変な匂いしませんか？私は、ああ、なんかしますね。昨日もしていたんですよ。ちょっと換気しましょうか。と、気持ちを落ち着かせようと、そう答えた。そうしたら今度は、Y 部長が青ざめた様子で、うつむいて震えている。どうかされましたか？って尋ねようとしたら、Y 部長がバッと顔を上げて、行くところがある。S さんも来なさい。って言うんだよ。私は滅多に外回りとか、社用の外出とかはない。だから意味がわからなかった。え？どちらに行かれるんですか？って聞いたら、とりあえず話は後です。今は黙ってついてきてくださいって言うんだ。そして社員の一人に何かを話している。私は慌ててコートやバッグを持って Y 部長についていった。 Y 部長の車に乗り込む。
部長はどこかに電話している。例の女性が出た、とか、まただ、とか、そんな言葉を多用していたように思う。正直緊張と恐怖であんまり覚えていない。Y 部長は最後に、これからすぐ向かいます、とだけ言って電話を切った。Y 部長が運転する車は高速に乗って、2時間くらい走ったところで高速を降りた。高速を降りてちょっと走ったら、部長は車を路肩に止めた。そしてトランクを漁り出して、一枚の細長いタオルを取り出し、申し訳ないけど、これで目隠しをしてくれないか、と私に渡してきた。私は怖かったから思わず、嫌です。一体何なんですか？どこに行くんですか？そう問い詰めた。でも部長は、私を信じてください。大丈夫です。だからお願いします。としか言わない。仕方がないから目隠しをした。部長はすぐに運転を再開したようだった。怖い。もうそれしか考えられなかった。手汗もすごかった。一体、どれくらい走っただろうか。部長が車を止めたようだ。S さん、タオルを外してください。私がタオルを外すと、車の目の前には大きい杉の木。その横に和服を着た女性が、どうやらここは森の中のようだ。私はいきなり視界が自由になったことと、緊張でフラフラして、なかなか車から降りられなかった。部長がドアを開けてくれて、肩を貸してくれた。そのまま和服の女性に近づく。女性は部長とアイコンタクトらしきものを取っていた。どうやら初対面ではないらしい。この子が例の。と、Y 部長が話しかけたら、女性は話を遮って。話は後で、大体把握できていますから。それよりも急ぎましょう。森の奥へ奥へとどんどん歩いていく。私と部長はその後をついていった。するとお寺みたいな建物が見えてきた。その建物を見たとき、今更になって。ああ、きっと会社で見た女性は霊的なものだったんだろうなと私は思った。私たちはその建物の横にある小さな小屋みたいなところに通された。しばらくしてご住職みたいな人が現れた。こんにちは、Y さん。お久しぶりですね。そちらのお嬢さんが S さんか。はじめまして。私はここの住職でございます。みたいな挨拶をしていたと思う。そして住職は Y 部長に、S さんには、あのことは話していたのですか？と質問していた。Y 部長は、いえ、それが、とうつむいている。住職は一瞬怖い顔をしたが、すぐ優しい顔に戻り、まあ、話は後です。準備はできていますから、どうぞこちらに。と、六畳ほどの黒い和室に、私だけが通された。そこには、経文やら、数珠やら、
太鼓やらろうそくやら、いかにもこれから除霊をしますよというようなものが置いてあった。その中でも一番気になったのが小さな瓶だ。暗くて何が入っているかはわからないけど、何かが詰めてあった。さあ、どうぞこちらへ。と、座布団を差し出されて、私はそこに正座した。これから何があっても目を開けてはいけません。そう住職が言う。私はもう言われた通りにするしかなかった。では、目を閉じてください。ここからは何が起こっているか、住職が何をしていたかはわからない。ただやたらと大きいお経と、またそれとは別の声がしていたように思う。私の意識はそこで途絶えた。気がつくと私は崩れるようにその場で横になっていた。気がつきましたか？どうやら住職に起こされたようだ。今日は疲れたでしょう。泊まっていくといい。と私を抱えて立たせてくれた。聞きたいことがいっぱいあるのに、うまく話せない。声が出ない。別室に移され、そこにはお布団が用意してあり、住職は私を横に寝かせてくれた。もう外は暗い。住職は、もう大丈夫ですよ。ゆっくりと休んでください。と、にっこり。私は自然と涙がこぼれて止まらなくなっていた。住職は、一人じゃ心細いでしょう。一人ここにいさせますので。と、外で見た和服の女性を呼んでくれた。気がついたら外が明るくなっていた。横には和服の女性が、ずっとついていてくれたのだろうか。起きましたか？丸一日眠っていたんですよ。詳しく言うと、丸一日半ですけど、と笑いながら。では、住職を呼んできます。と、部屋を出て行った。眠りすぎたせいか、頭が回らない。何も考えられない。ぼーっとしてると、襖が開いて住職が入ってきた。おはようございます。体調はいかがですか？食事の用意ができていますが、どうしますか？そう聞いてきたので私は、食欲がありませんので、それより、と、事情を聞こうとしたら、住職に。忘れましょう。すべて悪い夢だったんですよ。もう大丈夫。と、話を遮られてしまった。気になることはいっぱいあった。でも、もう何も考えたくはなかった。それにこれ以上聞いても、きっと住職は、教えてくれないだろうと思い、私は住職の言うことを受け入れた。それから半日ほどそこで過ごしただろうか。和服の女性が、お迎えが来ましたよ、と部屋に入ってきた。身支度を整えて外に出ると、社長と Y 部長が立っていた。社長も Y 部長も泣いていた。ごめん、ごめんな、と何度も言っていた気がする。私は何も喋りたくはなかった。
一刻も早く家に帰りたかった。帰りの車中では、私も社長も Y 部長も終始無言だった。家では両親が私の帰りを待っていた。しかし、私はすぐに部屋にこもった。リビングでは、社長と Y 部長が何かを話しているようだった。社長たちが帰った後、私はリビングに行った。両親は私の顔を見ると泣き出した。そして、大丈夫か？もう何も心配するな。会社ももう辞めていいから。そう言ってくれた。机の上には、退職金とは思えないほどの札束が置いてあった。あれから会社には行っていないし、本当の事情も聞いていない。あれは何だったんだろうか。会社を辞めてしまった今では何もわからない。今は無職で家事手伝いをやっている。